さんの凄技を見て、うん、リペアマンになりたいっていう人が一人でも増えてくれたらいいですよ、ね。うん、上野さんの仕事ぶり見たら、うん、もう少なからずそう思う人いると思うんですけど、うん、多分この番組を通してではないですよ。大阪三木楽器にやってまいりました。はい、武藤さんに紹介していただいたお店で今からいつも弾いてるギターの相談を上野さん、右楽器の上野です。今日初対面、よろしくお願いします。この二弦の開放とかがピキンピキンっていうちょっと嫌な音がするんですよね。ちょっと一回音って出させてもらって、はい、よろしいですか。はい、何をしてくださったんですか、それ。今ラットをちょっとクリーニングしたんです。弦のね、振幅がちょっと不安定な音をしてたので、はい、おそらくラットのところの弦の乗り方と、はい、あとこっちもね、ちょっと気になるんで今からもう一回やってみようかなと思うんですが、はい、ちょっとこう横から見るとですね、弦がこうもちろん乗ってるんですけど、はい、ここの溝の切り方っていうのがペグに入るポイントよりも高くで切られてると2箇所で弦っていうのが乗ってしまうんですね。あ、はいはい、でそこの向かう角度よりも高いところに弦が乗ってるとこういう風に力がかかるんで中が浮くんです。こういう風に乗ってしまってここが浮くんですけど、ここは共振することがあるんです。あ、で今ちょっとここを落として、はい、弦の進入角がスムースに入るようにちょっと削らせていただいたら、はい、すごい皆さん、俺これ1年ぐらい悩んで。調整に調整を重ねてたどり着くんだね。おめし君がナレーションやると全部チンプに聞こえるから黙っててもらって。やっぱりこの1弦と2弦のあれを調整していただいたから、前みたいな飛び抜けて2弦のピーキーなところが痛いっていう感じではもうなくなってますよね。あ、本当ですか。ありがとうございます。いい音に、ね、ね、あの600万のギターみたいですか、はい、これはなんでこんな高いんですか。マーチンのあのヴィンテージギターって呼ばれているもので、戦前のモデル、戦中のモデルっていうのがやっぱり今世界的にすごく値段が上がってるんですね。多分アメリカではもっと高い値段で売ったりするので、もう80年近くですか、うんうん、残っててもこんだけの現物しっかりと残ってて、実際に楽器として使えるものばっかりなので、はい、やっぱマジの作りのすごさ。これちなみにどんな音だか弾かせてもらえたりするんですか。あ、大丈夫ですよ。一瞬いいですか。すいません。なんか優しい音してんな。ね、うん、こっから伝わってくる振動がすごい。なんかすごいよね、繊細の優しい優しい音だな、ね、ここに耳を
サウンドホールの近くに行った時にさ、うん、サスティン感と、うん、すごいですなんか、ま、夢の中みたいなサスティン感ですよ本当にこのサウンドホール付近でこう体で感じるボディーに近づいてくるのよ高いみたいなテイラーのギター去年買って1年間ずっとその2弦の外方がピーキーな音がするっていうのでライブでずっと悩んでいたんですけど今日上野さんにお会いして閉店間際までやっていただいてもう大幅に改善されました。あのちょっとびっくりしました。あの俺もウムさんアコースティックギターフリークの皆さん大阪梅田右楽器に走れ以上大阪梅田右楽器に走れ走れ何回やらせるのもういいわ北海道にあります東川町は、今年あのカフェツアーでライブでお邪魔させていただいて東川町の高橋さんです。東川観光協会の高橋です。東川町の魅力って自然が豊かで人々があのゆっくり暮らしをしているような町です。あ北海道で唯一水道が通っておりません。8000人みんながあの地下水で生活をしています。まあ、地下水をペットボトルに入れたものですけども。あと東川町 の, あの食べ物のこうおすすめって何が。お米が特産品です。特に今の北海道は夢ピリカという新しい品種が出ていてもちもちとした食感がすごく人気でこのお米をこのお水で炊いてこの東川町の、新米夢ピリカをこれなんか3つ3袋あの視聴者プレゼントでいただきましたので皆さんぜひ東川町行きましょう。